ミグマイナス31ミグマイナス十一はソビエト連邦のミグ設計局が防空軍向きに開発した迎撃戦闘機であるミグマイナス25の大幅な改良型で高高度高速の航空機の迎撃に特化したミグマイナス25に対し低空侵入する巡航ミサイルや攻撃機への対応能力を持つソ連にとっては最初の第4世代戦闘機であった NATO コードネームは、フォックスハウンド。ミーグ -25 は XB-70 爆撃機、開発中止や SR-71 偵察機のような、高高度を、マッハに大きく超える速度で飛行する超音速機の迎撃に特化した、迎撃機であった。しかし大陸間隔弾道弾の大幅な進歩もあって、高高度を超音速で侵入する爆撃機、攻撃機による、 核攻撃は時代遅れとなり、代わって核を搭載した巡航ミサイルや攻撃機がレーダー副域のもとを地面レスレの低高度で侵入する方法が取られるようになっていった。低空、アオン速での燃費が悪いエンジンを搭載し、時期より低高度で地面を背景にした目標を探知、攻撃する能力の良くないレーダーを搭載したミグ -25 は、このような目標の迎撃には不向きであり、 改良が望まれていた皮肉にも抵抗度侵入の有効性とロックダウン能力に劣る戦闘機の問題を浮き彫りにしたのは当のミグ -25 による1976年のベレンコ注意亡命事件であった低空飛行する目標への攻撃能力を持つ戦闘機の開発が求められるようになりミグ -29 やスマイナス27といった機体の開発が始められたが これら新型機の実用化には、時間を要するため、実用化までの穴埋めをする戦闘機が必要となった。この新型機を低リスクで開発するため、ミグ -25 をベースに大幅に改良されて、誕生したのがミグ -31 である。しかし実際は単なるつなぎではなく、北部、シベリアなど地上レーダーからの完成を受けられ、地域でも単独で迎撃を行える。 全く別の長距離迎撃機として開発された。開発は1968年に着手され、原型機の E-155MP は1975年9月16日に初飛行を果たしている。機体構成はミグ -25 とほぼ同様であったが、操縦席は短座から複座となり、主翼前縁付け根部分が前方に延長され、 ミム -25 に取り付けられていた主翼端のタイ、フラッタ用マスバランスは外されていた。その後の開発試験を経て、1979年には生産が開始された。1982年には国土防空軍に配備され、従来のス -15 及びス -128 の置き換えを開始した。1983年9月に極東サハリンに配備された。 1995年までに500機を超えるミグマイナス 31B が生産された。超高速を実現するため、シタン合金を採用していると西側では予測していたが、実際のところ鋼材とのハイブリッド使用によって、超高速時の機体の耐熱限界温度の向上に成功している。翌面荷重は同じ第四世代戦闘機の大型機で、 同様の任務を持つ回 -14 よりも大きく、世界最大の旋回半径を持つ戦闘機とも呼ばれる。ミグ -31 の基本的な外形はミグ -25 と似ているが、改良点は多岐にわたっている。主なものは以下の通りである。ミグ -25 に近い外形を持つミグ -31 であるが、構造的な変更も多い。使用材料の見直しを図り、 ミグ -25 の構造重量で80%、あったニッケル鋼を50%まで減らした。一方でチタンは8%から16%、アルミニウムは11%から33%に増やし、速度面である程度妥協して機体を軽量化している。胴体の大型化と垂直尾翼内へ。 燃料タンクを設けたことなどにより、燃料始め量は15%ほど増して 16,350kg になっている。主翼は構造が強化され、前円フラップを新たに設けるとともに、後円フラップも自動制御となり、軌道性能の向上に貢献している。主翼付け根前円には、ストレーキがあり、グ m グマイナス 31M、買い方では円弧を描く形状に変更されている。 機動性が良くなったとはいえ、超音速での荷重は 5G に制限されている。後着装置については、前輪は後ろ引き込み式に変更。主脚はダブルタイヤのボギー式となり40トンを超す重量を支える。滑走路への影響を考えて、主脚輪は鉄が重ならないようになっている。ミグマイナス31は、アビアドビガーデル D マイナス30回マイナス6。 ターボファンエンジンを搭載する。ドライド機で 93.0KN 9493kg、アフターバーナージで 151.9KN 15500kg の出力を発揮しており、ミグ -25 の R-15 に比べて 4000kg ほど向上している。大型化したエンジンに合わせノズル形状も変更されている。初期型ではノズルは 可動式だったが、1984年の生産型から非稼働になっている。胴体の幅が広げられたので2つのノズルは接触していない。ミム -31M では、機体重量の増加に合わせて、エンジンも出力向上を施された D-30 回 -6M を搭載している。レーダーは、パッシブフェーズドアレイレーダー、NATO コード、フラッシュダンスを搭載する。 探知距離は 200km、追尾距離は 120km に及ぶ。10目標同時追跡が可能で、R-33 の搭載能力によるが4、目標同時光線も可能である。捜索範囲は、左右角70度、上型70度、下方60度とかなり広い。また、攻撃目標の選択においては、ミッションコンピュータの脅威度優先順位判断により、 自動的に行われる。ミグマイナス 31M の搭載する w RCS が0.95メートルほどの A ワックス機などの目標なら400キロメートルの距離で探知できる能力を有し24目標同時追尾、6目標同時光線が可能。阻止面直径は1.4メートルと雑論よりさらに大きい。ミグマイナス25になかった赤外線捜索追尾装置を 機種下に収納装備しており、使用時のみ、機体の外にせり出して作動する。また、レーダーとの併用が可能である。ミグマイナス三十一 m では同様の場所に固定装備、され、能力が向上しているとされる。ミグマイナス三十一 m では、ECM ポッドの搭載も検討されており、ミグマイナス三十一 m の七号機が、イマイナス百五十五 p 三十一がつけていたような、 三角のフィンを持つ ECM ポットを翼端に装備した。電子機器全般については、MIG-25 のような真空管などは用いられておらず、完全にソリッドステート化されている。MIG-31 は a k r l d n と APD-518 という2種類のデジタルデータリンクシステムを備えており、これは4機の MIG-31 による、 連携運用を前提とするものである。前者は4機中のリーダー機が地上の管制所にあるレーダーの自動誘導ネットワークに組み込むためのシステムであり、ソ連の防空戦闘機は地上からの誘導に従って行動するのを原則としていたので、抗戦指示などを受けるためにこの能力を持っている。後者は残る3機のミグマイナス31との情報交換用のもので、 4機を横に並んで飛行させ、個々の機上レーダーで得た情報をデータリンクで共有すること、水平方向に140度の範囲で 800-1000km の幅による、機上レーダーでの紹介が可能となっており、探知した目標に対しては、リーダー機が残る3機の m グマイナス31222に攻撃を指示することができる。また、 ミグ -25 のような旧式機でもミグ -31 側のサポートで情報共有を可能にしている。ミグ -31 はタンデム式に前後席を配し、前席にパイロット、後席にッソが乗る。前席には三色カラー表示のハドが装備され、後席には大型の戦術状況ディスプレイやアースト用の角型ディスプレイが装備されている。レーダーの操作は、 後席でのみ行えるようになっている。後席にも操縦装置が備えられており、前席が操縦不能となった場合には、後席が前方を見るためのペリスコープを使用して、代わりに操縦することが可能である。これは緊急時への配慮というより、練習機としての使用目的があったものと思われる。ミ三 -31M では後席に CRT 多機能ディスプレイ3機が装備され、 前席もはどかに、スコープがついた。キャノピーの膨らみが増され枠も減ったため視界はかなり、向上している。後席の CRT については、ミグマイナス31回、ミグマイナス 31BM でも同様であるが、ミグマイナス 31BM では、前席のスコープがなくなり、液晶多機能ディスプレイが一つ追加されている。多くの対地兵鎖を扱うために改良が加えられ、 レーダーモードの追加や、フォータス概念の導入もなされている。固定兵装として、GSH-6 から 23-23mm ガトリング砲を右胴体下に装備している。弾装などは胴体内に収めているが、方針のみを機械に取り付ける形をとっている。ミグ -31M では取り外されている。ス -24 での事故を受けて、 ロシア空軍は現在この機関法の実用を禁止しているので、搭載している機でも弾薬は積んでいない。ミ三 -31 は、胴体下に4発の R-33 を搭載でき、胴体下面の形状もこれに合わされている。前の2発は半埋め込み式で搭載される。このミサイルは、アメリカ軍の AIM-54 フェニックスと似た運用思想を持ち、 誘導方式は、セミアクティブレーダー誘導か、完成誘導の後終末誘導で、セミアクティブレーダー誘導に切り替わるモードを選択できる。射程距離は 160km、飛翔速度は M4.5MIG-31B の製作に合わせた R-33S に完了され、射程が 228km に延長された。 さらに MIG-31M は6発の R-37 を半埋め込み式で搭載できる。こちらは制御翼面を折りたたむことができ、R-33 と同様に A ワックスなど大型の目標を狙うためのもので、射程距離は 300km を超える。1994年4月に行われた MIG-31M の試験飛行では、 実際に 300km 先の標的を撃墜した。ミグマイナス31は、翼下のパイロンに R-40、R-60、R-73 を搭載できる。短射程ミサイルについては軽量なため専用のアタッチメントをパイロンに取り付けることで、核認発装備できる。ミグマイナス 31M では、R-77 を4箇所の翼下パイロンに、 各一発ずつ装備できる。これは、ミグ -31BM でも同様である。ミグ -31BM は、マルチロール機として計画されたため、各種対地並装を装備できる。KH-31P 対レーダーミサイルをはじめ、KH-25MP 対レーダーミサイル、KH-29T テレビ誘導ミサイル、KH-59 画像、 データリンク誘導ミサイルなどを運用でき、爆弾ならを3発まで、を6発まで装備できた。ミグマイナス31は、搭載レーダーの情報がスパイによって、西側に漏れたため、各種の変更、改良を行ったミグマイナス 31B が量産の主力となった。1990年代には、大幅な能力向上型のミグマイナス 31M が完成された。 ザスロン A より大型のチホミーロフニープ、ザスロン M を大型化したレドームに搭載し、R-33 の代わりに、発展型の R-37 長距離ミサイルを、胴体化に6発、R-77 中距離ミサイルを、主翼カパイロンに4発搭載できるようになった。アビオニクスも、能力向上が図られ、コクピット鉱石は CRT を3機備え、 グラスコックピット化されている。キャノピーも枠がヘリオ型化、視界が改善されている。機種プローブは右側へ移り、胴体右の機関砲は廃されている。主翼付け根のストレーキ形状が他の方と異なる。7号機には、翼端には ECM、XM EC の大型ポットを装備して、その後部に大型の三角型の安定板が上下に伸びている。 これらの機体重量増加に合わせてエンジンはパワーアップ型の D-30 回 -6M が搭載されている。既存のミグ -31 に全部胴体を移植した機を含め7機が完成したのみで当時財政難であったロシアには採用されなかった。この機体のアビオニクスをミグ -31B に搭載したミグ -31BM は適防空制圧。 シード機として開発された。外見上ミグ -31B と変わりないが、コクピット鉱石はミグ -31M に順次、前席にも1機 CRT がある。その他にも、新型のードヘッドアップディスプレイ、カラー液晶による、戦術状況表示装置、2機の多機能表示装置が装備される、さらに対地攻撃能力を付与され、 KH-59 対レーダーミサイルなどを運用できるマルチロール機としても使用できるようになっており、新造機としては製造されてはいないが、さらにレーダーなどを改良した方が、2011年の契約で60機が回収されている。ミグでは、対地攻撃性能を持たせるとした、いくつかの輸出系を提案しているが、現在のところ輸出には成功していない。 通常の輸出型のミグマイナス 31E は完成されながら空行状態にあるが、やはり機体が性能に比例して高価であるため発注は取れていない。一時期イランや中華人民共和国が関心を寄せていたが、経済性や政治的な問題から売買契約は締結されなかった。ミグマイナス31は特殊かつ高度な性能を持った迎撃機であるため、 ソ連防空軍にのみ配備された。ソ連崩壊後、それらのミグマイナス31は、ロシア防空軍とカザフスタン防空軍に引き継がれ、現在でも迎撃能力のかなりの部分を担っている。ロシア防空軍機は、同軍の廃止に伴い空軍へ移管された。ロシアに関しては、ロシアの空は、ミグマイナス31とスマイナス27が、半分ずつ守っている。 前線戦闘機でり、溶撃任務には用いられないミグマイナス29を守っている数には含めていないと例えられることもあるほど重要な位置にある。極東方面では、沿海地方やカムチャッカ地方に配備されている。2011年時点で約170機、2013年には122機と配備機数は減少しているが、すでに回収された60機に加えて、 さらに50機の BM 型への回収を国防省では要求している。ロシア空軍では2026年頃までミグ -31 を運用する予定で、後継機としてはミグ -41 を開発中で2028年から配備予定である。カザフスタンでの運用は長らく情報が公開されていなかったが2006年には運用機が一般に公開され、 運用が継続されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。